はい。始まりました。企業明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は、事務職派遣社員1年目25歳の方の企業明細です。仕事内容は、電話対応、会社に届いた郵便物を社内に配布したり、社員が送りたい郵便物を取りまとめて郵便に出す、企業から届いた書類を各営業所に、えー、営業店に配布する、各営業店からの重要書類を 取りまとめる小切手や約束手形などを発行する必要な仕掛けやスキルは特になしで趣味程度で e x が使えるといい勤務時間が1日8時45分から17時半までの休憩うち休憩60分残業は基本的に月1回1時間程度収入が月収16万520円派遣のためボーナスはなしですで給与明細です基本給が 書いてないんですけど、あ、これですね。えー、15万5250円なので、えー、あれですね、これ多分時給ですね。時給1000円で働いてるって感じですね。で、そこに交通費が加わって、総支給が16万1520円。そこから控除が引かれて、最終的な手取りが13万6164円となっています。えー、今回は事務職派遣社員の方の給与明細でした。 え時給1000円であんまり手当もまあ一個もついてないんでえ時給で働いてまあ150時間働いても手取りでいくと13万ちょっととまあこここ心もとないような給与明細でした今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします